なんか世界が歪んでる。うわあ、え、まただ、ペチャ。え、なに、ワープした。ん、うわあ、びっくりしたなんかめちゃめちゃリアルじゃない、なんかめっちゃ現実味を帯びてないそのテカリ方。うわ、逃げろ逃げろ逃げろ。あ、あれが星をさっと描く、星をさっと描く。あ、石碑を目指せばいいんだね。ここ、ここなんか世界が歪んでるわ。歪んでるけどまだ大丈夫。あ、死んだわ死んだわダメなのかやっぱ。でそこは道を外れると死ぬから、あれ一旦戻る、一旦、え、どこまで、どこまで、よし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 、これでこっちじゃなくてこっちか。あるあるある、石碑が近い近い下、えー、ピチョってした。あ、違う違う、逆逆逆逆逆逆逆入力。でも大丈夫、逆入力は、逆入力は慣れてるゲームで大体ある逆重力よっしゃー、こっち来てる来てる、人手間が、あー、なんだよー、なにこのスプラッシュ。あー、あ、ちょっと待って、前に出てきた、前に出てきた。一旦下がります、一旦下がります、一旦下がって、道がない、あ、ちょっと上だねえ、ちょっと、ここをまっすぐ、あ、いいよいいよ、道しるべこうでしょ、いけたいけた、またペチャペチャ言ってる。なんか宇宙みたいなとこにいた。外来の神だから戻ってきた。ん？あ、戻れなくなってる。それで、人手間どうしたの？ああ、あ、これあれだ、大穴のちょうど下だね。あ、何か落ちてる。ん？なんだこれ。あ、これ思い出で私が落とした、あの穴はここに繋がってたんだ。これはおもちゃ電灯、これお母さんからもらったものだ。
そうだ、これは昔私が持っていたもの。どうして忘れてしまったんだろう。手の中の熱源を思い出した。ピコーン。いや、本当はトロフィーが取れます。思い出を見返さ、はい。めっちゃ鳴らしてくる。めっちゃ鳴らしてくんで、ね、びっくついてるわ私。え、消えた。なんで消えた。にゃん。とりあえず出よう。イルスは良くないから。てかなんで部屋の中真っ暗なんだろう。はーい。あれ、鏡がない。あっ、何。あー、小鳥だ。呪いを解くには鈴、いや鍵は麦なんだ。ハイビルの屋上に私はいるから、そこで会おう。待ってるよ。にゃん。あ、そうだ、思い出した。お化けが私のお家に入ってきて、麦が私を助けてくれたんだ。でもあの声、あの声がお姉さんなの。約束ってなんだろう。麦が鍵だってどういう意味だろう。それから屋上で待ってるって。屋上行ってみなくちゃ。一度お家へ帰ろう。セーブする。セーブしました。お家へ帰ってきた。これで、全部、やったね。全部やって、ことリストも全部、やった。ハイビルの屋上に行きたいけど、その前に、2回目の港町を先に行こう。あ、麦がいる。麦。麦、私、お姉さんに。分かってらーい。待ってー。思い出の中でお姉さんは、屋上で待ってるって、まさか今も私を待ってくれてるの？お姉さんに会いに行かなきゃ。麦ちゃーん。で、ハイビルに行きたいけど、その前に、港町に行きたいんで、ちょっと、港町を先に行こう。やだ。うん。港町。ん？あれ？また人手の影がある。ついてきてほしいところがあるのかな？ついてこう。誘われている。
どこに連れてかれんだ。あ、洞窟。あ、こっちあれか。お城だ。洞窟のお城。待ってー。どこに導かれんだろう。落ちてる。すごく大きな干からびた人手だ。もしかしてこれあの時襲ってきた。なんだかかわいそうになってきた。持って行ってみよう。干からびた大人手。干からびた大きな人手。たまにうねうねと動く。でもあの洞窟の中に置いておくのはかわいそう。海に返してあげたいな。海に返してあげよう。何これ。あれ、こんなところにこんなものあったっけ。なかったね。台座の上がくぼんでる。何かを上にはめ込むのかも。あ、なんかある。あれ、こんなところにこんなものあったっけ。なかったね。これは持って運ぶことができそう。これを持ってくんだ、あの台座に。暗い。これあれじゃん、降ってくるよ。あれ、なんか色がおかしい。あ、でも私がさっき降らせたから多少。うわ、あれ、どっちから。多分ここあれ、こうだっけ、こうだっけ。すんごい歪んでんだけど。あれ、どっちだ、こっち。なんかさっき毒ガスいなかったっけ。毒ガスいるわ。うわ、怖怖怖怖。こうだ。あ、お地蔵さん、お地蔵さんがあって、こっちから行けるっけ。あ、毒ガス、毒ガス。こう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 だ。こう、すげえ見づらい、すげえ見づらい。あ、で、あれか。血の塊。血の塊を踏まないようにして。すんごい歪んで。わかりづら。あ、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 いけた、いけたわ。そこそこそこ。この石像、台座のくぼみにぴったりはまりそう。台座に乗っけてみよう。おお。え？またピチョッとされた。星の石板。浜辺の洞窟の奥で見つけた星の書かれた石の板。この板の近くにいるとなぜかめまいがしてクラクラする。拾い物もらえた。外に出てきた。なんかいるわ、なんかいるわ。ちょっと待って。うん、よし。なんか飛ばしてるね。明らかに刺さったら死にそうだよ。わあ、当たったんか。というわけで、こいつは石でも投げつけてしまうのじゃ。どこだ、ここら辺か。せいや、バー。これは覚えてた。クジラの骨。浜辺に漂着していたクジラのお化けから出てきた骨。目のくぼみが真っ暗で怖いけど、白くて滑らかでなぜか綺麗。ずっと見てられそう。クジラの骨をゲット。これ石投げたら破裂しちゃうんだもんな。
ここで投げ捨てよう。暗闇が広がってる。人手の影についてここまで来たけど、もしかして拾ったあの大きな人手は海に行きたかったのかも。この大きな人手を海に入れてみようかな。投げれる。シュッ。これでよかったのかな。あ、ピチョ。またピチョ。なんだなんだ。逃げんのまた。びっくりした。早くここから離れよう。わあ。これお礼ってこと？もらっておこう。星の髪飾り、あ、アクセサリーだ。大きな人手を海に入れたら、海から投げ返されたもの、一見なんでもない可愛い髪飾りだけど、なぜか不思議な力を感じる。家に帰ってね、ちょっと見てみよう。あとは、回ってないとこを回りましょうか。あ、ネズミだ。ネズミ、あ、こっちか。てか、ネズミ、港町ネズミいなくない？これ初めてじゃない？どこに行くんだ、ネズミやーい。待てやーい。ネズミー。ネズミー。わー、お前はいらん。お前はいらん。ちょっと待って。ネズミを、ネズミ動かん。すんごい邪魔なんだけど、あの。はい、動いた、動いた、動いた。ネズミ、あ、ここか。パズルのかけら18。全部、何個集めたかわからん。もっといっぱい持ってたはずだ。さあ、じゃあちょっと、星の髪飾りを見てみよう。あ、そうだ。これね。あの、石板。石板とクジラの骨が、石板とクジラの骨は、あの、お部屋に飾る収集物だ、収集物だね。で、星の飾り。アクセサリーで、これだー、かわいい。あの、お化けの人で気持ち悪いけど、これはかわいいよね。これはかわいいけど、私はカカシさんがいいんだ。カカシさんの紐。よし。さあ、ということで、ハイビルに行ってみよう。物語を進めよう。よし。はい、あ、麦だ。お姉さん、にゃん、麦、一緒に来てくれる？にゃん、お姉さんに会わなくちゃ。よし、ハイビル。ハイビルに戻ってきた。丸文字のメモ5。あの子の心の傷を思ったより深いようだった。見えないものが見えてるみたいだって書いてある。見えないものが見えてる。あ、お姉さんだ。姉さん。あ、びっくりした。あれは何だろう。通れなくなっちゃった。光で照らしてよく見てみよう。消えた、消えちゃった。
今のもやは光で消えるんだ。覚えておこう。大事なことだ。覚えておこう。ここね、階段。あ、登れた。ちょっと登りづらい階段。よし。お姉さん。あ、麦？あ、お姉さんだ。お姉さん。あ。お姉さん。わー。お姉さん、会いに来たのに。麦、お姉さんを助けて。にゃん、任せろ。え、どこ行くの？ひちゃーん。あ、これは。光っていうか懐中電灯で消える。ああ、ちょっと待って。シュパーンシュパーン。あー、麦ちゃん助けてー。あー、来てるー。紫の何かが来ている。そして消す消す。消えた。うわー、こっち前だ。前前前。よっしゃー。あ、麦ちゃん、麦ちゃん。ワンピース思い出しちゃう。麦ちゃん、麦ちゃんって呼ばれてなかったっけ。あ、またもやがある。もやこと、もや、もや、もや。あー、来てる。あ、違う、これ。あー、撃ってくるやつね。ああ、危ない危ない。罠に引っかかってた。麦ちゃーん。よし。ああ、え？何これ？うん。はい。え、下に落ちてきて、消えたら、歩く。後ろから来てるな。あ、危ねえ危ねえ危ねえ。よし、消えて。前から来てる。前から来てる。ここか。あ、麦ちゃん、麦ちゃん、どこ。あ、いた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 。見えなかった。なんかポストみたいなの見えなかった。あ、麦、お姉さん、お姉さん、私、君は思い出せなかったんだね。え？今の君を私は救えない。君が思い出すまで私はここで死に続けるの。正しい記憶を思い出して、そして約束を。あ、お姉さん、え、麦、私、まだ何か思い出せていないみたい。どうすれば。え？ムキ？どうしたの？ムキ？待って。あ、あ？え？あ、あ？流血してる。
大丈夫？あらら、血が出てる。家へ帰ったら絆創膏貼ってあげるね。うん。前宿りできてよかったね。そうだね。ほら見て、夕日が沈んでいくよ。本当だ、ビー玉みたいだね。あれか、今までの思い出した時の思い出の品言ってるね。さあ、早く帰らないと暗くなっちゃう。暗くなっても大丈夫だよ。お母さんにもらった懐中電灯があるから。あれ、それって壊れてたんじゃないの？うん、めげずに押し続けるとつくんだよ。ほら、こうやって押し続けてください。あ、ついた。じゃあ暗くても平気だね。ミユが道を照らしてくれるから。最高。お、思い出して、え、早い早い早いスタッフロールめっちゃ早い。めっちゃ早いわ。あ、もう終わった。セーブする。しました。